あ、ここだ。ほら、難波八坂神社。うわ、すげえ。何あれ。めちゃくちゃ、あのシーサーみたいなね。すごいな。いや、そりゃ観光地になるわ。これ見るだけでもテンション上がるもんね。普通にこう、ちゃんとお祈りする場所としてもいいし、めちゃくちゃいいじゃない、でも。おしゃれ、綺麗だし。観光客、今ね、午前11時ちょい前、10時58分だけども、やっぱいろんな人たちが撮りに来てるもんね。いや、すごいね。ここちょっと記念撮影しよう、俺。昔ながらのあの身長を測るやつもあるね。その演劇の世界だとさ、舞台のその寸法とかセンチとかで俺は一応寸法を測るんだけど、本当古い演劇の人とかだと、もうこういう風に何寸とか何尺とかで言うからね。わかんねえよみたいな。でその何尺と何センチの違いとかで、まあ見てわかると思うんだけど、7尺が 212.1cm なのよ。だからこの尺とセンチとかの違いで本当に何微妙なズレが起きて喧嘩になることがあります。うん、わ、悪しき文化だと思ってます。向こうが正面っぽいね。いいじゃないですか。なんかすごく色鮮やかな木々が生えるね。ほんでもってまっすぐとこう道が続いていて、目の前正面にはですね、真っ白な建物、まあ、白を基調とした建物っていうのがいいかな。あの真っ白っていうかちょっと色がついてるんだけどね。でもすごく綺麗な色合いになってます。観光客でもにぎわっております。いやー、圧巻だよ。だいたい20メートルぐらいんじゃない、10メートル15メートル、そんなない、わかんないわ、ちょっと測れないんだけど。いや、でもでかいよ、でかい。で、何かが祀られてる、何かが祀られてるけど、あれは分かんないね。何にもそういうの詳しくないから。でも彫刻が非常に美しい。このちょうどね、南郊外っていうのかな、その人間の口で言うと南郊外っていう部分に当たるんですが、その部分にですね、一つ一つ彫刻されてんの、鳥が。で、この鳥がね、同じものが一つもないっていうね。いや、同じものしかないのかな。いや、分かんないけど、同じのないかな。いや、同じじゃないわ、ごめんごめん、やっぱ違うわ。一個ずつ違うから、え、これ彫刻一個ずつ楽しいとかって言ったら、これすげえ時間かかるぞ。こんなとこ誰が見んだよって思うけど、そういう細部にもね、ちゃんと魂を宿らせるっていうところが職人技だよね。あそこ奥にも扉があるんですけど、この両サイドはいつか開いたりすんのかな。誰も多分この映像撮らないと思うんですけど、この画角、この企画設計とかね。でもこういうのにもやっぱさ、建物とか、あとこういう彫刻、建造物、あらゆるものはやっぱ人の手によって作られてるからさ、こういうのは無視できないよね。もちろんね、誰がどうなってるとか分かんないよ。俺が見ても別にこの人たちを調べるつもりはないけど、こういう人たちがいたんだなってやっぱ思うよね。たくさんの人たちがいろんな、なんか見てますね。うん、やっぱ写真撮るときにやっぱいい景色だからさ、いろんな人たちがやっぱ写真撮ってるもん。うん、そしてこの目の前にあります木に隠れて、この馬がね、彫刻されてるのがこんなところにひっそりとあると。これが何なのかも全然わかんないんだけど、でもここちょっとね、見えるかな、奉納とか奉献とか書いてあるっぽいのよ。誰かがこれ送ってんのね。だからこれも立派なものなんだけど、これをここに配置した人は、うわー、これもらったけどどうしようもねえなーみたいな感じでここに建てたんかな。とりあえずここにぶっこんどけみたいな。なんかそうだったらこれ送った人もかわいそうだな。でもなんか家紋が2つついてるじゃん。ってことはなんかやっぱそのどこかの、ね、家系とどこかの家系のなんか掛け合いみたいな、その協力関係とか絆とか同盟とか、そういうことを多分意識してんだろうなっていう勝手な推測ですけど、詳しいことは分かりません。全然関係ないかもしれませんね。これは一体何でしょうか。で、なんかこの感じ戦争に関係してんのかな、これとかね。戦艦陸王主砲大器具記念碑、合ってますか。読めません。台本書くときはいつもパソコンです。ですから漢字が読めません、書けません。みんなさ、あの大きなシーサーかなんか、ライオンか獅子か分からんけれども、あの顔に釣られて、でその次この本堂みたいな、なんかこうちょっとね、影きれい見えませんけれども、
そういうところがあって、大体そこに人が集まってくるんですよ。でこういう石碑は誰も見てません本当に悲しいけども、でも何かここにきっといろんな思いや気持ちみたいなものが託されてるんではないかと僕は勝手に思うんですよね。まあ別にこれを見たから何がわかるんだ、お前は何か知ってんのかって言われると何も知りませんけど、こう人のなんかこう思いや気持ちっていうのはこういう建物を具現化してさ、なんか残しておきたいって思うじゃないですか。それは動画だったり写真も一緒で、なんかこういうのってやっぱ思いや気持ちをどう汲み取るかっていう解釈のお話だと思うんですよ。だから僕はこの人が何を伝えたいか何を訴えたいかわからないけれども、この人が何かが訴えたかった、何かを伝えたかった、だからここに何かを残したっていう、そういう気持ちだけ汲み取って今日は美味しいご飯食べようと思います。すごいたくさんの人で賑わっていていいですね。今日平日だよ、平日のまあお昼前だよ、まだ午前中ですよ。それなのにこれだけの人たちがこう建物に来てるっていうのはいいよね。この場所に人が集まってで楽しんでるっていうのはなんかいいですね。ようこそ難波八坂神社ってあってんのかな、 Welcome to 難波八坂神社、神社って書いてあるけども、その後にシュラインって書いてあるのね。神社シュラインってこれかぶってんじゃないの、これライン川みたいな、川川みたいになっちゃってんじゃん。でもそれは置いといてよ、本当にこうすごく綺麗な案内板みたいなのがねできてるよね。これどこだっけな、水戸に行った時とか他の神社に行った時、もう観光地で結構人来ますよっていうところはもうこういう風なの設置されてんのね。でこれ奥にも当然わかると思うんだけど、もうムービーですよ、動画すごいでしょ。こういうのこんなんですよって実物が今後ろにありますからね、こうやってあんのにこっち映像でも見せてくるっていう非常に主張が強い感じですけれども、まあ、こんな感じで参拝したらいいんじゃないのっていう参考例ですね。という感じで、あ、タッチもできんのこれ、あ、すげえじゃん。振動とはって見てみる、はい、振動とは、ん、あ、日本語か英語か、じゃあちょっと英語、観光客の人に優しくするためにイングリッシュで、おお、What is 神道、神道なの、神道じゃないの、あ、そうなんだ、神道だったんだ、あとはもう外国の興味ある人が読んでもらえればいいかなと思います。という感じで、もうこれが 99% を占めている、八坂神社っていうのかな、でございました。平日の日中なのにもすごい盛り上がってる八坂神社、いいですね。あの皆さんもちょっと寄ってみてください。あのこの辺難波駅近くからね、歩いて5分10分ぐらいでアクセスできますんで結構おすすめです。ということで、難波八坂神社でございました。